中野あずさです。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。おはよう。仕上げがある。爽やかな朝ね。頑張ってるわね。任せて、行ってくるわ。先輩たちは今何？すみません。わあ、ありがとうです。とても助かりました。クエスト。お、風だ。アルケミスト。じゃあカレン行ってみるか。奮闘努力。緊張してきちゃった。応援の力はすごいんです。今は我慢の時だね。健康一滴。めちゃくちゃ悲鳴プレイですね。どうかな、聞いたかな。必殺の一撃。ゲイ。この服がそんなに珍しい。寝てないよ。この服がそんなに珍しい。行くよ。必殺の一撃。オッケー。まず。これで決める。おお、いい流れ。私がやらなきゃ。私は足が速いから。アフターヌーン。了解した。まずは最高を取り寄せる。必要なものが内緒とティーセット茶葉とケーキスタンドとお菓子とステーキ準備。あとは提供するだけ。これはどうしたものか。お、2体倒した。トークです。どうぞ皆さん、私を盾に。あばば、ごめんなさい。やこれで決める。アフターヌーン。了解した。まずは在庫を取り寄せる。お、すごい。これは誰も怪我させません。
な、聞いたかな。それ。これは。これは。きっと大丈夫。必殺の一撃。殺したい。あ、守りもしっかりしなきゃ。どうぞ皆さん私を盾に。アシスタントの経験を生かします。私の全力を絞り出します。アフターヌーン了解した。まずは必要なものが、ワイシャとリーセット、シャバとケーキスタンド、キお菓子と刺激準備、赤って提供するだけ。これはどうしたものか。どうとコロコが集中してに会えそう。倒しました。守りはしっかりしていて大丈夫だな。さあメインクエストやりましょう。フィンサイシメアミの続きです。七賢者ファンネルその1。土属性通難火星属性か。それでは行ってまいります。プンプン。お、精神的揺さぶりをかけている。フェンネル、あらー、あれ、なんて、困ってる。本当？やべえ。
アルシーブが行方不明？正面？クロモン来た。お、ボス戦？うわ、出てきた。よし、やるか。これなら大丈夫かな。立ち止まらず、諦めないで。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。サポートします。ダメだ、死なせないぞ。私も体を張らないと。でした。礼儀がなっていません。ちゃんと前へ移動しましょう。ふざけたらどうなるか分かっていますね。お、まあ投影させない。草橋先生と相性が悪い。相手になるわ。じゃあ登場。伸ばす。やったー、勝ちましたよ。九節。今度はですね、陽属性も入れて考えてみましょう。あや、準備はいいですね。行きますよ。うわ、びっくりした。森に帰れ。森にお帰りってわけですね。私も体を張らないと。大丈夫かな。手加減しませんよ。これでどうです。ダメだ、死なせないぞ。立ち止まらず諦めないで。礼儀がなっていません。ちゃんと前へ移動しましょう。しない。ふざけたらどうなるか分かっていますね。
倒しました。皆さん、さすがです。わーい。さてですね、使えないフリーの BGM で。10節いきましょう。バトルがない説です。11節。火属性ですね。準備できました。行きましょう。よし行きますよ。ここまでです。守りもしっかりしなきゃ。いや、うわ、打たれ弱い。そうか。どっからでもかかってき。2の3。やったな。これでどうですか。いって。当たってください。お願い。
ょっと敵も強力化してますね。守りもしっかりしなきゃ。シャイニングダイヤ単体はすごい強いよな。うまくいくといいんだけど。気合を入れて、いざ。負けられないんだ。まず一体倒した。やったな。すごい技、やっちゃいます。やばいの使い。私がやらなきゃ。お父さんは足が速いから。参ります。キラキラの思い出よ。玉木と椎名、
中院説。シャロ。私もついてっていいですか？大丈夫だよね、きっと。これでどうですか？お願い、間に合って。星5だったっけ？残り1体。クエスト結構うまくいくといいんだけど。いくよ。強力なのが集まってるね。倒した。大勝利です。打たれ強いですね、小羽。打たれ弱そう、小羽は。これは白ですね、その3。え、これは？あ、なるほど。土属性ですね。これラストかな？ラストだといいんだけど。この組み合わせでいってみるか。カオ先生、私もついてっていいですか？どういうことだ？
ですね、受け。これでどうですか？こうしてやるやい。今は我慢の時だね。容赦はしませんよ。今はコナンの時だね。ここだ。痛いですよ。ミタしかいない。悪さは許しませんよ。これを使えばいいんだよ。私にどんと任せてよ。この攻撃耐えられるかな。今度は何？これで何かあってもラストでいきましょうか。トレダモン登場。今日はみんなでお出かけだね。大丈夫だよね、きっと。使いなんですかね。
な。一体倒した。守りもしっかりしなきゃ。レベルアップ。お、そうなの？かばうだろうな。嬉しそう。はい、ミッション35回クリアってことで、ここまでと。すみません、ありがとうございます。そうと思います。これを結構助かりました。遊んだし、スタミナも5しか残ってない。いろいろありますね。ということで、第一部のメインクエストも進め、デバッグ体験隊ノーマルも結構進みましたね。14節まで行きました。だいたい1節って30ぐらいだったから、半分近く進んだことになりますね。まあ、ニューゲーム登場しないのか。このままステア魔法だけ終わりとは考えにくいところです。この先どうなるんでしょうか。26日までなんで、2分の1は。次回が最後かな。進めていきたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄に。アドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。よろしければ見てください。キララファンタジアでした。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。